昨年日本一に輝いた阪神タイガース、主軸や主陣の年齢層を見ても近本浩二、大山雄介がともに29歳、中野拓夢は28歳、佐藤輝明が25歳とバランスが取れており、あと 3,4 年は安定した戦いができるでしょう。しかし大山、近本、中野らが同時に30代中盤を迎える5年後にはスタメンの世代交代が必須になってきます。今回は現状の2軍での活躍などを鑑み、5年後のスタメンを予想していきます。1番ショート山田修也、23歳、仙台育英高校、2023年ドラフト3位。山田は強肩強打が売りのショートとして入団した期待のルーキーです。仙台育英高校時代、2年夏には2番打者として全国制覇、3年夏には主将として全国準優勝を果たすなど、大舞台甲子園でのプレーに慣れている選手です。山田の魅力といえば何といっても守備力でしょう。広い守備範囲と強肩は現時点でも素晴らしいものがあります。2月に出場した紅白戦では、三遊間の深いゴロを逆シングルで捕球すると素早く一塁へノーバウンド送球した山田、打者走者を間一髪アウトにした山田の好プレーに球場は沸きました。現在怪我により2軍調整中の木浪聖也が山田の守備に関して、高卒1年目にしては上手すぎる、ハンドリングも上手ですし、ボールの入り方であったりそういうのも上手いと大絶賛するほどの守備力です。1年目ということで体力作りや打撃力向上が当面の課題になってくると考えられますが、23歳になった5年後、守備力が求められるショートのレギュラーを勝ち取るのは山田だと予想します。2番セカンド逸保日向瀬、24歳、関東一高、2022年ドラフト3位。逸保は高校通算32本塁打の長打力に加えて、50メートル走 6.0 秒の俊足、遠投101メートルの強肩を兼ね備えた外野手です。軸足に体重を乗せバットを上下に動かす独特な打撃フォームが特徴で、高校時代は公式戦で喫した三振がわずか1つという数字が示す通り、高いコンタクト能力も持ち合わせています。入団会見で打率3割5分、35本塁打、35盗塁という大きな目標を掲げた逸保は、1年目から大気の片鱗を見せます。1年目の2023年シーズン前半、逸保は2軍で安打を量産し、打率3割を超える打撃を見せます。後半戦は成績を落としてしまい、最終的に打率2割4分8厘、 OPS652 という数字で1年目を終えますが、シーズンを戦い抜く体力さえつけば打撃は十分通用することを示しました。今シーズンからバットのグリップを上下に振るヒッチを取り払った結果、昨年まで差し込まれていた力強い直球に対応できるようになりました。打撃フォームを改良した結果、今シーズンはここまで2軍で205打席に立ち、打率3割2厘、 OPS729、 1本塁打という好成績を残しています。1年目から素晴らしい打撃センスを発揮している逸保は、近い将来必ずスタメンを勝ち取るでしょう。本来であれば外野のスタメンとして選びたいところですが、阪神の外野手には有望な人材があふれていますので、今回は二塁手にコンバートという形で予想します。3番ファースト前川右京、26歳、智弁学園、2021年ドラフト4位。前川は広角に鋭い打球が放てるのが魅力の外野手です。1年目のオープン戦でいきなり2安打を放つなど、非凡な打撃センスを発揮します。その後は度重なる負傷に泣かされ、1軍出場はかなわず、2軍でも64打席に立ち、打率2割5分という数字に終わりました。しかし2年目の2023年シーズンに1軍デビューを果たします。2軍で好調を維持していた前川は、5月下旬にプロ入り初の1軍昇格を果たすと、6月6日の楽天戦でプロ初安打を記録します。8月初旬に体調不良を訴え登録抹消されるまでは、要所で安打を放つなど存在感を見せたシーズンとなりました。3年目の2024年シーズンは、開幕から1軍のレフトの座をつかみ、
得点力不足にあえぐ打線の中で打率2割6分3厘 OPS692 2本塁打とまずまずの成績を残しています。どんな球にも強振できる力強さも魅力ですが、出塁率3割4分1厘という数字が示す通り、追い込まれてからの粘り、選球眼の良さも前川の魅力です。肩に不安を抱えており、将来的には一塁手にコンバートする可能性も考えられるので、今回は3番一塁手と予想します。4番ライト森下翔太、28歳、東海大相模高校、中央大学、2022年ドラフト1位。森下は広角に長打が打てる打撃力が魅力の外野手です。1年目の2023年シーズン、大半を1軍で過ごした森下は好不調の波は激しかったものの、377打席に立ち、打率2割3分7厘 OPS691 10本塁打というまずまずの結果を残しました。阪神の新人右打者で2桁本塁打を記録したのは岡田彰布現監督以来となる快挙でした。また勝負強さも持ち合わせており、試合終盤での貴重な一打が多いのも魅力です。最も印象に残るのは2勝2敗で迎えたオリックスとの日本シリーズ第5戦、1点を追う8回裏ワンアウト2、3塁の場面、相手中継ぎエース宇田川のボール球の直球に合わせた打球は左中間を破る逆転タイムリースリーベース。チームの逆転勝利の立役者となった森下は、その後のチームの日本一にも大きく貢献しました。シリーズ新人記録を更新する通算7打点を挙げた森下は優秀選手賞を受賞しました。2024年シーズンは打撃フォーム改造がうまくはまらず、現在2軍調整している森下ですが、必ず復活するでしょう。試合を決定づける一打を打てる選手ですので、5年後には4番ライトになっていると予想します。5番レフト近本浩二、34歳、八代高校、関西学院大学、大阪ガス、2018年ドラフト1位。近本は走攻守すべて兼ね備えた球界を代表するセンターです。球界屈指のヒットメーカーで、入団以来阪神の一番打者として活躍している選手です。チャンスを作る役割もでき、得点圏打率も高く、守っては俊足と打球判断の良さを生かした守備範囲の広さでピンチの芽を何度も摘んでいます。過去には盗塁王4回、最多安打1回、ゴールデングラブ賞3回、ベストナイン3回と数多くのタイトルを手にしています。肩の弱さ以外にこれといった弱点もなく、今の阪神で最も優秀な選手といえます。今シーズンに関しては度重なる打順の変更により本来の打撃を崩してしまっている印象のある近本ですが、シーズン終了時にはそれなりの成績にまとめてくるでしょう。そんな近本ですが、5年後は34歳、走力は今より衰えているはずです。出塁して足で敵をかき回すプレースタイルから、勝負強い打撃でランナーを返す役割に特化した選手になると考えられます。また肩の不安と狭くなるであろう守備範囲のことも考え、負担の少ないレフトへコンバートする可能性が高いです。タイプとしては青木宣親、丸義弘のようなスタイルになるでしょう。以上のことから近本を5番レフトスタメンと予想します。6番センター野口恭介、28歳、創成館高校、九州産業大学、2022年育成ドラフト1位。野口は長打力と確実性を兼ね備えた強肩強打の外野手です。走攻守ともにスケールの大きさを見込まれて育成選手として入団した野口は、1年目の2023年シーズン2軍で214打席に立ち、打率3割3厘 OPS785 6本塁打の好成績を残します。シーズンオフに見事支配下契約を勝ち取ると、2年目の2024年シーズン6月下旬に自身初の1軍昇格を果たします。主に代打として出場を続けていきますが、プロ初安打、プロ初打点等着実に結果を残していき、7月10日のヤクルト戦以降はスタメン出場の機会も増えています。野口の一番の魅力は思い切りのいいスイングから放たれる鋭い打球ですが、
打席の中での修正力も素晴らしく、同じ内容の凡打を繰り返さないのも野口の強みです。また守備や走塁で些細なミスはありますが、一軍の試合に慣れていけばきっと改善するでしょう。5年後には走攻守ともに規格外の選手になっていることを期待して、野口の6番センタースタメンを予想します。7番サード佐藤輝明、30歳、二川学院高校近畿大学、2020年ドラフト1位。佐藤はルーキーイヤーに NPB の新人左打者最多ホームラン記録となる24本塁打を放ち、 NPB 史上初となる新人から3年連続20本塁打を達成している長距離砲です。浜風が吹き荒れるいわゆる左打者泣かせの甲子園球場を本拠地としながら、入団以来3年連続20本塁打を記録する凄まじい左打者です。2023年から岡田監督の方針でサードに固定された佐藤は、平凡なエラーは多いものの、強肩を生かした花のあるプレーで観客を魅了しています。3年続けて一定の成績を残し、球団ファンからかけられる期待もひときわ大きい佐藤ですが、入団以来改善できていない課題があります。それは直球を捉えきれないという点です。高めの直球と落ちる変化球のコンビネーションで打ち取られることがほとんどで、変化球がストライクゾーンに入ってきた時以外はなかなかボールを仕留めることができません。明確な弱点を改善できない打者を中軸に置くと打線に安定感がなくなるので、試合展開に関係なく常にフルスイングを仕掛ける恐怖の7番打者として出場していることを予想します。もし5年後本当に佐藤が7番に座る打線になっていれば、阪神打線は相手球団にとって脅威になるでしょう。8番キャッチャー中川隼人、25歳、京都国際高校、2021年ドラフト7位。中川は京都国際高校時代は通算18本塁打を記録するパンチ力に加え、50メートル走 6.1 秒の俊速、二塁送球 1.8 秒の強肩が魅力の走攻守三拍子揃った期待の星です。ここまで1軍での出場はないものの、2軍では非凡な打撃センスを見せています。1年目の2022年シーズン、中川は2軍で103打席と打席数は多くないものの、打率2割9分5厘 OPS835、 3本塁打という素晴らしい成績を残しました。捕手としてはかつて1軍で3度の2桁勝利を記録した秋山拓実とバッテリーを組むなど貴重な経験を積みました。2年目の昨季は打撃成績を少し落としたものの、3年目の2024年シーズンはここまで2軍で87打席に立ち、打率3割3厘 OPS821、 1本塁打と安定した成績を残しています。阪神の現状のスタメン捕手は33歳の梅野龍太郎と30歳の坂本誠志郎です。どちらも経験豊富な捕手ですが、他球団の捕手と打力、盗塁阻止率を比べたときにやはり見劣りしてしまいます。こういった現状を加味すると、5年後と言わずすぐにでも捕手の世代交代が必要だと考えます。現状控え捕手で最もポテンシャルのある中川を5年後の8番捕手に予想します。9番ピッチャー佐伯弘人、31歳、須磨松風高校、2016年ドラフト3位。佐伯は最速157キロの直球を軸にスライダー、カーブ、フォークを投げ分ける本格派右腕です。2020年にトミージョン手術、育成契約を結ぶなど苦しい経験もしましたが、2022年に支配下登録を勝ち取り、1軍復帰登板を果たすと、翌2023年シーズンには自己最多の8勝を挙げ、チームの日本一に大きく貢献します。今シーズンはスライダー、カーブでも簡単にカウントを稼げるようになり、投球内容に凄みが増しています。ここまで16試合に先発登板して防御率 1.20、 8勝3敗、奪三振率 7.85 という圧巻の成績を残しています。完封勝利も3度達成しており、まさにエースの投球をしています。5年後も先発ローテーションの軸として活躍してくれるでしょう。
村上頌樹、31歳、智弁学園東洋大学、2020年ドラフト5位。村上は伸びのある直球と抜群の制球力が武器の右腕で、変化球も多彩に投げ分ける総合力の高い投手です。入団から2年間は一軍で活躍できませんでしたが、3年目の2023年シーズン大ブレイクを果たします。開幕一軍スタートを果たした村上は、シーズン初登板こそ中継ぎ登板でしたが、それ以降は先発で結果を残し続けます。開幕から31イニング無失点を記録した村上は、シーズン終盤まで好調を維持し、22試合の登板で防御率 1.75、 10勝6敗、奪三振率 8.54 という成績を残しました。2023年シーズンはセリーグ史上唯一の新人王と MVP を同時受賞するなど、村上にとって素晴らしい1年となりました。今シーズンは勝負どころで打たれるケースが目立ち、ここまで3勝6敗と黒星が先行している村上ですが、それでも防御率は 2.19 と安定した投球で試合を作っています。5年後も同級生の才木とともに先発ローテーションを引っ張っていってくれているでしょう。この予想したスタメンが5年後実現していれば、阪神の黄金期が再び到来しているでしょう。阪神の5年後スタメンについてご意見ご感想がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思った方は、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。